おはようございます。ごめんなさい、また遅くなっちゃった。今日はね、ちょっと理由があって遅れたんです。おはようございます。ごめんなさい、遅くなってごめんなさい。どうしよう、なんか今日ちょっと前髪止めるピンないな。遅れました、ごめんなさい。ちょっと待ってくださいね。今日は僕の太陽公園です。ごめんね、遅くなっちゃってごめんなさい。申し訳ないです。まだメイク完璧じゃないんですけど、まあいいかって思って。今日野村、僕の太陽公園出ますよ。皆さん DMM で見てください。おはようございます。おはよう。くっついてる。配信終わったらちゃんとメイクしないと。もっと綺麗に。汚い。かのちゃんが来ると思う。どういうことですか？これ止めてないと全部落ちてきちゃうんですよね。そうだから止めなきゃいけない。田野さんが遅いから他のアイドルの配信に登場してた。田野さんがここに来てくれるんですか？待ってたんですか、私のこと。田野さん、田野さん、野村はですね、ちょっとお腹が痛くて布団から出れなくて遅れました。もうなんかお腹痛いんですよね、今めっちゃ。つらい。そう、ちょっとお腹痛いんですよ。あと、そう、最近寒くて、なんか暖房つけずに普通に半袖短パンで寝てたんですよ。そしたらめっちゃ寒くて、もう今めっちゃもうモコモコの上着着てます。でお腹痛くなっちゃいました、寒すぎて。でもうちょっと寒ってなって、お腹痛くて出られなくて ごめんなさい。自転車こいだら前髪の巻き取れた。かわいそうに。私なんてもう前髪めっちゃ伸びてるんです、今もう。全然行ってない美容院。めっちゃ前髪長くないですか？ほら。超前髪長いんですよね、今。やばい。もう顔の半分ある。顔の半分もあるのに、あ、昨日とかあの長さにできてるってすごくないですか？もう超やばいんです。でも伸ばしたくて、でも伸ばせなくてって感じなんですよね。佐野さんが他のアイドルの配信で偽物扱いされてた。だって本物だよ、多分。
おはようございます。前髪もキョキしないの。あのね、ちょっと今まだね、やってないです。朝の配信めんどくさくていつも前髪やってないんですよね。私もそのくらい前髪ある、伸ばし中。おそろーい、おそろーい。朝から美少女見られて幸せ、ありがとう。なんか褒められた。すごく気になるこのピンが、ダッサ。木体外れちゃったって人いる。悲しい。気になるよね、なんかダサいよね、このピンつけてんの。でもね、これ以外ピンないんだよね、お家に。スピン配信しないの？絶対しない絶対しない、そんなのしたくないよ。前髪編み込めばね。でもそれやったらさ、前髪作るときにさ、なんか大変なことになるじゃん。じゃあナチュラルメイクはそんなに濃いですか？私のメイク別にそんなめっちゃ濃いつもりはないんですけど、ごめんなさい。なんかまあ仕方ないですね。すっぴんでもそんな変わらないでしょ。なんですかね。うん、まあうん、そうですね。はい、多分そうだと思います。でもなんかめっちゃ変わるかって言われたらめっちゃ変わらないと思うんですけど、なんかすごい、すっぴんでスノー、そう、すっぴんでスノーこの間乗せたんですよね。マスクにスノーはすっぴんじゃないけん、まあ確かにそれも一理ある。でも実際写真撮ってる時の顔はすっぴんだから一応すっぴんってことにしておいてください。まああれはね、加工だからあれですけど。この前すっぴんマスクだった。でも、うん。SNS 早くやってほしいな。私もやりたいです。たのちゃん、クマ飛んできてありがとうございます。たのちゃん、謎のアイドルのところに、とは。たのさん来てくれないんですかね。遅いからかな。お腹痛かったんだもん。ずっとお腹痛かったんだ今日、うん、寒すぎてもうやばい。でもアイス食べたくなっちゃう。アイス食べたい今。大丈夫です。もう楽しさん、ショールーム楽しんでるね。え、思います。楽さん、なんかめっちゃ私になんかいっぱいありすぎだよとか言うじゃないですか。でも結構なんか見てくれてるんだなって思って嬉しいです。そう、なんかあれじゃないですか、たのさんもなんかそのやってる時に、でもなんか結構な頻度でやってません、たのさんも。だからまあ田野さんもショールーム大好きです。大好きじゃないかな、わかんない、普通に楽しんでると思います。え、やばいやばい、服のタグつ、このパジャマタグついたまま着てた。やばい、待って、パジャマタグついたまま着てた。どうやって撮ればいいんだろう。パジャマタグついたまま着てた。やばい、え、待って待って待って、ダッサ。え、待って、取れないし。パジャマタグついたまま着てた。めっちゃウケる。あ、取れた、取れた、タグ、タグ見せて。嫌だ、やめます。それは横顔でも髪抜けないとあんまり良くない。ピヨンってしてる。ここ今日いい天気、本当ですね、いい天気。田野先輩が来たら東京タワー、いや
いやいやそれは大丈夫です。それだくらいだと旦那さんと遊びに行きたいです。電車の中でタグついてる人見たことある。でも私もよく服とかも普通に全然タグついたまま着ちゃってる時あるんですよね。だから気をつけます。お腹空いちゃった。仙台握手会で会ったよ。全国握手会でまた会おう。ありがとうございます。マリアナさんのアルブリまた見たいな。確かにあれ面白かったですよね。今日は8時までだから、あ、そう、そういえばですけど、これ猫なんですよね。見えますか？これ猫なんですよ。これ猫なんです。そう、猫なんですよね。ここかゆい。そう、なんかすごい大きい。フードでかくてめっちゃビビってる今。猫が寝込む。ダジャレやないかい。鼻かゆい。うん、これめっちゃね、普通のそこら辺に売ってるやつ。そう、なんか別にそこら辺に売ってるやつ。袋？こことここにある。でも数えたらダメって言いますよね。でも袋かも。私いつも数えてたから増えたかも。やばい、4つになっちゃった。ごめんなさい、あくびしちゃった。なんか、なんだこれ、お化け飛んできた。お化け。学校に向かってる。お疲れ様です。頑張ってください。私も頑張ります。今起きた。おはようございます。今日は何時に起きたの？なんか公演終わって帰ってきてお風呂とか入って普通に寝落ちしちゃってて、めっちゃもう知らないで寝てたんですけど、めっちゃ早く。で、それで、2時半ぐらいになんか目覚めちゃって、で、寝れなくて、またもう一回長風呂して、なんか、あんま寝れてなくて。今日もオンデマカメラに目線よろしくね。わかりました。頑張ります。できるように。余裕があればします。
握手会また行く、ありがとう。今日は僕の太陽公園に初出演です。はい、僕の太陽公園、なんか参考になんかもらうフリー V とかがあるんですけど、それでなんか前のチーム4の時のなんかやつをもらったんですよね。それでなんか佐野さんが愛しさんのディフェンスやってて、なんかめっちゃあ佐野さんって思って、あと誰がいたっけ、スズランさん、山内と、あとマリアギさんがやってたかな。でめっちゃかっこよかった。誰だろう真ん中の人、多分そうですよね、でも思い出せないよ、ちょっと待って、あとアイドルなんて呼ばないんではパルルさんとイオリーさんと、あと誰がやってたか、レナッチさんかな、あと誰がやってたっけ、誰がやってたっけ、あれ誰がやってたっけ、あジュリさん、ジュリさん、ジュリさん、ジュリさんだ、ジュリさん、多分ジュリさんだと思う、あれ。そう、レナッチさんもいた。で、次の曲は、なんだっけ。テレテテンテン、僕と、僕ジュリ？僕とジ、なんか、ジェットコースターみたいな、僕と、なんだっけ、ちょっと。ちゃんと覚えてないや。ちょっと、歌。歌見よう、歌。僕とジュリエットとジェットコースターかな、合ってるかな、僕とジュリエットとジェットコースターが誰だっけ、阿部さんっていうのは覚えてる、阿部さんと誰がやったっけ、でも私これできますよ、テレテテレテテンテンテテ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 、テレテテテテレテテテ、前髪がかかる眼差しはまるで、テレテテレテテ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 、胸に刺さってる天使の園や抜いてくれ、その矢抜いてくれ、ずる越えれば、僕ジュリ好き、一番好き、めっちゃイケメてる、羽野さんのこれ見たい、このところ僕たちはジェットコースターみたいに恋に落ちて、花を求め合い重ねて儚い夢を見た、レイダウン、そうレイダウンはちょっとね危険、レイダウンは危険、なんかすごい DMM とかでなんか僕の太陽公園出るってなってからすごいチェックするようになったんですけど、なんかみやびさんの声がめっちゃ入ってるなって、なんかみやびさんの声って特徴的だから、なんていうのかな、すごいみやびさんが歌ってるのがめっちゃわかるなっていつも思います。すごいだからなんていうんだろう、みやびさんの声って大きいんだなっていつも思って見てます。めっちゃ前髪気になるわ、もはやいらないんだが、
見たいに気しまくんじゃどうぞそこでそんなこんなわけでちょっと近づいたとめくり合い三馬はもう食べた？三馬食べられない。メグティアン、メグティアンさんが大人っぽいとこうすごく憧れるって言って、メグティアンって名前面白いですね。何ティアン？ティアン？ティアンってどういうこと？ティアンデイみたいななんかありますよね。魚苦手です。あ、あと15分くらいだ。なんか20日くらいからはちゃんと多分ショールームできると思うので頑張ります。なんか公演の練習とかしてたし、なんかなかなかショールーム配信できなかったんですけど、それが終わった、だから今日明日で公演が終わるので、またショールームできたらいいなと思ってます。イケメンになったって言われた。そう、なんかめっちゃショールームやってるとイケメンって言われるんだけど、なんでかわかんないって。天使の園を抜いてくれ、なんてあげない二人の幕切れに、ゆきりん好きって聞いた。大好きです。舞台で一緒にゆきりんさんと出ら、ゆきりんさんと一緒に舞台出られてよかったです。すごい優しくてめっちゃかっこいいし、めっちゃゆきりんさん好きです。わ、ハートとかクマとかいっぱい飛んでくる、ありがとうございます。4000人くらい今。ひーわたんと仲良し？そう、今ね、すごいひーわたんとね、最近ぐんぐん距離が近づいててね、嬉しい。なんか仲良かったんだけど、またさらに仲良くなった。今ドラニーで多分ひーわたんが一番仲良くて、でなんか北海道行った時にひーわたんとアイスクリーム半分こしたりとか、なんかいっぱい一緒に食べたんですけど、美味しかった。ひーわたんと仲良し。ひーわさんと新ショールームやりたい、やりたい。北海道なんかしか楽しかったなって、ありがとうございます。こっちゃんはピノ100個食べようとしてた。やりたい、私もそれやりたい、やろうかな。ピノ好きだよ、パピコも好き。でもアイス100カップだったら食べれると思う、余裕。わかんないけどお腹壊すかな。でも私全然いっぱいアイス食べても全然壊さないよ。やろっかな私。じゃあこっちゃん32個で断念したんでしょ。じゃあ私100個食べきろっかな。いけそう、余裕そう。なんかちょっとお母さんに相談してみよう。目のピントが合わない。
ちぎりパン100本いこう。それはちょっとパンはあんまよく好きじゃないからやめます。目がチクチクするやばい。なんか目が焦点合わない。目痛い。あ、ポッキー100本だったらすぐです。すぐですね。それは結構余裕そう。ミニシュー100個もいけそうだね。マイボ100本もいけそう。カプリコの頭100個は余裕だと思う。アイス飲み100個とかもいけそうだな。なんか昨日の公演のさのちゃんの MC 言葉笑った。面白かったよね、たのさん。で、私あいてて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 て足つる。やばい。私昨日飛ばされちゃったんですけど、まあ、時間なくて、あのオンデマンドの最後のあのやつ、なんて言うんですかあれ、オンデマのコメントで島田さんに一言言ってるので、ぜひオンデマンドチェックしてみてください。コメント最後の、あ、順位発表しようかな。1位シューアットパッロパッパさん、2位オラピケットさん、3位和彦さん、4位ミネコウスケさん、5位シューアットアメリカさん。そのシューが2人もランクインしてる。ありがとうございます。あ、たのさんの放送が始まりましたって通知来た。いっぱい来い。コメントしちゃった。来てや。やっほー、偽物です。フォローしてます、たのさんは。用事があって朝早くて、で、あの早く起きちゃったから、ちょっとしばらくどれかやってないかなって思って見て、あ、この子だって思って、メンバーじゃない方の、あの昨日言ってた、ちょうど昨日言ってたやつ、あの子だった。ちょっとランダムで見てたんですよ。で、ちょっと全部見て、一応やってた人全部見て、すごい、たのさん全部投げたのって。で、今何分ですか？ペイズリーの若菜ちゃんがショールームやってて、あ、やばい、あと10分しかないのに、たのさんのショールームで。知らなかったんですけど、福引きしちゃうわ、やばい。ちょっと見ようかなって思って見てた。あー、コメントしてくれてる、ちょうど、ありがとう。あ、なくなった。最初見てたんだけど、すごい偽物って疑われて。まあそうだよな、プロフィールも何も書いてないし、ツイッターも連携のしかない。野村のアバター見つけただって嬉しい。そうで、その子のずっと楽しい。あ、ぶっちっちゃった。で、ツイッターに書いて、とりあえず全部溜まってた星をハノさんにあげてます。本物だってなって、わーってなって、よかったね、若菜ちゃん。ハノさんなんか謎だな。なんか若菜ちゃんと一緒に出てた子がウィズミに来てくれたみたい。ありがとうございます。
え、なおちゃん4位にいるやん。なお、なおの配信もちょっと見た、さっき。ちょっと、本当にちょっと。え、なくなっちゃった。あと5個しかない。ちょっとスクショスクショ。これさ、ランキング。どうやったらここに並ぶわけ、ここの一列に。なんかそのいろんなこのショールーム見てて、星を2、嬉しい、4位になった、わーい。3個くらいただけでランキング入っちゃって、あ、やべやべって思いながらわかんない、このランキングに何回か入ってました。あ、映っちゃって、映っちゃってない、光ってない。4位じゃん。どや、相変わらず朝が早いですね。たのさん、そんな長くはできないけど。あ、今何時だろう。やっほー、あ、止まってた。よい、本物だよ。私がいっぱい星投げたらなんかなっちゃった。わーい、投げるだけで上位いける、わかんない。なんか昨日外人の方がやってて、外人のなんか女の、どうややってて、あ、かわいいって。あのね、課金したらね、ちょっとでもランキング入んなかった。メンバーの中でちょっと、ね、なんか言われるんだよ、だから課金しないでおこうって思います。何個たまんだっけ、あれ99100、全部投げた。違うねでも上位には入んなかった。わーい、4位、わーい。とりあえずスクショしとく。教えて、なんかメンバーじゃないかな。はい、今日は僕の太陽公演です。頑張ります。昨日もチーム K 公演だったんですけど、またハプニングがあって、なんかそれはなんですけど、めっちゃやばくて、なんか普通に衣装トラブルなんですけど、最終ベルの時、最終ベルが鳴るとマンモスの時に履いてるズボン分かりますか、あれを私は脱ぐ人なんですけど、あれを脱いであのスカートになるんですね。あのそれのね、え、シリが反応してた、びっくりしちゃった。なんかそのズボンが脱げちゃったんですそのズボンが脱げちゃって、なんかやばくて、だから途中でなんかちょっと申し訳ないんですけども、ほんとそんなトラブルもありまして、はあ、7位に落ちた。でも7位はラッキーセブンだから、ちょっとスクショしとこう。あ、たのさん消えちゃった。やべ、よし。ね、昨日その脱げちゃったんです。そう、すごいね、やっぱなんか私はちょっとね、いろいろ事故を起こしちゃうみたいなんで、今日はの僕の太陽公演ではそんなことがないように頑張ります。明日は田原公演なので、田原公演でも
事故がないように頑張ります。頑張ります。僕の太陽公園頑張るぞー。おー今日キャンセル待ち。頑張って当ててください、当ててください、入ってください。今何時ですか？あと3分ですね。わかりました。ということでね、今日は劇場に足を運んでいただけるとありがたいです。そしてですね、20日くらいからはなんか猫耳つけて配信しますね、ハロウィンということで、ということでそろそろ終わりの時間なので、今日のオンデマンド見てください。あとメールも取ってください。ぜひ頑張るぞ。それでは皆さん、順位発表して終わります。1LL さん、2シュアットロパパさん、3位オラピケットさん、4位カズヒコさん、5位シゲちゃんさん、ありがとうございます。ということでですね、皆さんまた今日の夜オンデマンドで、劇場で、またね、バイバイ。僕たい頑張るぞ。バイバイ。